IT 人材を育成する未踏事業の育成期間中の流れを紹介します。最初に行われるのはキックオフ会議。プロジェクトマネージャー、採択者など全員集まる中、自身のアイデアを発表し、さまざまなフィードバックを受けます。その後、プロジェクトマネージャーとの個別ミーティングや専門家、同期とのディスカッションを通して自身の力でアイデアをブラッシュアップしていきます。中間報告会で同期からさらなる刺激を受けて、成果報告会に向けて最後の追い込み。最後の成果報告会で自身の成長と形にしたアイデアを披露。自身のアイデアによってもたらされる未来を発信します。未踏事業であなたの夢を形に。詳しくは未踏事業のウェブサイトへ。